ホーム、今井浜海岸駅は、静岡県かもぐ河津町県高にある、伊豆急行伊豆急行線の駅である。駅番号は、合図12、伊豆急下田駅の非管理駅である。普通列車と、臨時快速河津桜リレー号が停車する。海水浴場もより駅であるが、後日のホーム有効調の問題もあり、特急列車は、全列車通過している。ただし、 トップシーズンに設定された臨時列車の中には、編成量数によって停車したものもある。1961年12月10日の伊豆急行線開通時には設けられず、翌年に臨時駅として開業した、短式ホーム一面一線を有する地上駅。国道135号よりやや高い崖上に位置するため、階段を上る必要がある。 校内の両端をトンネルに挟まれているため、ホーム有効長が十分に取れず、8両以上の編成では、先頭から7両のみドアが開く。2006年7月28日から新築された駅舎を使用開始した。周辺環境に合わせ、木材を多用したログハウス風のデザインが採用され、木材の約6割は、地元河津町提供の天城杉を使用している。 駅舎脇に有料コインロッカーがある。しかし大きなキャリーバッグ等は入らない。2019年度の1日平均乗車人員は137人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。ありがとうございます。